ちょっと待って、撮ってる。イエーイ、チアーズ。チャコア。チャコア。今これでチャコア。そうだね。ワインみたい。どう？美味しい。苦くない。苦くない。苦くないでしょ。味。あ、始めする？はい。飲ます？まだちょっと一口も飲んでないんだ。バイブニバイブニ。チャコアも GDP を入れとけ。あー。これちょっと苦い。甘いでしょ、アナの方甘いから私に飲んじゃう。これママのやつ、うん、忙しいな。ダルダルママハムダワというかこれ僕のここリアルラマシンポフプレッサーショーこれ僕のだっけ、ね、これママのやつ。あ、そうかそうか。私の味は F がいい。一番普通に飲みやすいよね、うん、飲みやすい。ちょっと飲んだれ。どれが一番美味しかった？私ラングーン好きです、ね、あ、ラングーンブランド、うん、これ、あれ弱い、うん、味、ビルの味ない。でも全部ビルの飲んだことあるの、ビルの味はない。そうなんだよね。そう一番苦いのは社長のやつ。そうそうそう、思う、私の。あ、まさに、ね、合ってる合ってる。一番弱いのは私のやつ。これね、オリジナルホップを使ってて、普通のビールとは違う作り方で作ってるから。なんかビール好きなお客様がいて、アウターとかでもちょこちょこ飲んでるらしいんですよ。あ、そう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 、出てましたね。おー、来たよ。じゃじゃん。ポテイト。おいしそう。でもこれママ大好きで。ガン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 食べてる。ガン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 飲んじゃうし。食べちゃう。あれ、カルチ作るのは、ママのカルチだとちょっと大変。なんで？なんで？ママちょっと見ないと。ママ自分のこと自分ですぐ。今みたいに持ってる。この女性だった。あれミニオン欲しいな。どこから見て。自分で取りに行った方が早い。もう彼氏いらなくなっちゃうね。今度は男だと日本中の男は分からないね。邪魔人の男だと。女の子は方がもっと好き。女の子はあれお願いするの方が好き。あれ女性の方が頼むの方が好き。お願いするのが好きな人もいる。そうです。いろいろな。待ってます。深いな。自分のことを好きな男に。もうちょっとアピールした方がいい。私待ってます。女の子っぽいから、大体は女の子っぽいのか。ちょっと弱いの女性、強い女性より弱い女性で、自分はリーダー、男は自分はリーダー見て、お尻から来るの女性を好き。でも私たちだと前から走るから。これいっぱい話したからお腹すいた。よかった。勉強になるよ。はい。食べない。あの日になりました。あの日はここに偉い人とか。あ、そう、長いよ。そのちょっとマネージャーとかあれみたいな。社長と社長の下あと。あの人の下の下。社長の人の下の下。さっき言った人の下の下。あ、そうだね。さっき見たの人は社長じゃない？ここのあのディレクターの人。あ、これ何かけるの？これね、タバスコ、うん、辛いやつ。あれで来るかなと思ったら、うん、ダメだった。つけて、私は美味しい。本当だ。本当だ。大きいね。うん、美味しい。美味しい。トマトばっか。ここは好き。薄いのは好き。うん、熱いのは嫌だ。わかる。美味しい方が好き。美味しい。お昼ご飯食べたの？もうお腹すいたり食べたから悪い。それちゃう。あなたはお腹いっぱいでしょ。さっきみたいに男が外人だ。それでお腹いっぱいじゃない。私は男より食べてるわ。本当ですか。食事の方で。ま、この中私食がタイプ入ってるの。ねあった。でも前あれちょっと綺麗。目ビール見てビール。1ヶ月でやりくりができないから、マジですか？2週間に1回渡すんで。
うちもそうしようかな。入れたいんだよ。でもビールはね、飲んで雰囲気入れたいときよくあった。もうちょっと販売店増やしてほしいなっていうのはわがままかな。まあ営業が問題ですね。全然売れると思うし。じゃあ星座でも取り扱おうかな。何がいいかな。あ、でもあのミストレスかな。いや、ミストレスはやめましょう。誰も飲めない。クラシックのやつ、何でしたっけ？ランボン、ランボンブランド、ちょっと苦めの、このバーマペイルとか。あ、そうですね。リガードバーママも、ちょっとただふ、私にね。恋人いないから、こっち、いっぱい、恋人いないから。そんなことないし、いっぱいすぎてこれなのかもしれないよ。あなたも前はね、凛ちゃんにも私たちじゃなくて私あまり好きじゃない。でも本当には今分かりました、自分の気持ち、うん、自分より上手から嫉妬してたね。はい、そうだ。今はね、もう今いい気づきや、成長したな。あちゃら、うれい、うれいまし、前はうれいましいから、いいな、ね、いいな、本当に上手なの。リンちゃんはね、本当に、ね、本当に上手、勉強頑張ってきたから。そうそうです、はい、すごかったよ。何でも分かるの、何でも頑張ってた。分かんないことはすぐ聞いて、はい、そうです、はい、ずっと勉強してたから、はい、みんなが PUBG やってる時はずっと勉強してた、はい、そうそうです。そうそうです。みんなじゃなくて私